fight. はい、始まりました。ミスターシモ対 X-Men のウルヴァリンの一戦です。ミスターシモは、X-Men のリーダーサイクロプスを彷彿とさせるコスチュームで登場してますね。これはおそらくですが、目からビームを出しているつもりになっているけど、効くわけがないと。まあそういう説明が必要なムーブです。はい。X-Men を知らない人は、ついてくるの大変かもしれませんが、よろしくお願いします。ミスターシモがウルヴァリンに噛みつき。いきなり噛みつきですよ。ウルヴァリンよりも銃声が強いっていうね。はい。お、ウルヴァリンが流血してしまった。序盤からもう荒れ模様ですね。この試合はね、荒れます。はい。この試合はね、荒れます。ミスターシモがウルヴァリンをコーナーポストに叩きつける。いいですよ。もうこういうことしていかないとね、勝てないですからね。人間がミュータントに勝つには相当頑張らないと無理ですからね。はい。私がですね、子供の頃、高校生ぐらいの時かな、X-Menってアニメでやってて、で、カプコンがね、格闘ゲームを出してね、それで一気にこう、日本でも X-Men 人気が。まあもちろん、ね、知ってる人はずっと知ってたと思うんですね、アメリカでは有名な。お!ちょっと待ってください。これいつの間にかウルヴァリンが、流血が止まってます。これがウルヴァリンの持つ、ヒーリングファクターと言われる、脅威の回復能力。そしてミスターシモが出したのはゲームの先ほど説明途中でしたゲームの X-Men でサイクロプスが使うネックブリーカードロップですね。はい、ランニングネックブリーカードロップ。もう早い早い展開がミスターシモが必殺のシモドラーカウントはもちろんワン。でもここでね、諦めないのがミスターシモですから。何度も言って、ワン。いつも通りです。安定のカウントワンです。さらに、ミスターシモが、ウルヴァリンを連れて、コーナーの方に行きますね。これをウルヴァリンがトーキックで阻止して、流星キック。流星キックについて知りたい方は、ウルヴァリン流星キックで検索してください。ゲームのネタですね。ウルヴァリンがパーンチ。これね、爪が出てたらもう終わってましたね。はい。吠えるウルヴァリン。これは決めに行くか?お、出た!アダマンチウムでできた爪で、ぐさり!はい。世界で最も硬いと言われているアダマンチウムでできた爪で、ぐさりでフィニッシュ。はい。ありがとうございました。